way to find out, right?何、あんた。この辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。チーと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。まあいいや。ここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかやばいことになってるみたい。That's how we're funny. こと堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか、大きにな。To doctorium here. I guess that was kind of pointless. Ah, sorry. Oh well. And there we go. Okay, simple enough. So, maybe down here. Possibly. Oh well, not exactly what I was looking for, but... Well, that's that. Oh, hey, I'm sleepy. Those are not active right now. This is closed. At least it's not trying to attack me. Seriously though, where else can I go? Doesn't seem to be much else to do here. I guess I'll just leave. Oh, of course there would be a cutscene right as I left. Yappari anta dattan da na, Mashima-san. Oh boy. Omaera, Shimano Gumi no. Machi no mon kara anta o mita tte shirase ga atte na.
今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所までつらかせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。それねえことを言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんぜ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。おお、決まってんだろうが。あんたが組に逆らった時からだよ。Oh well。Well, they tried. It was cute, almost. まだおったんかい。相変わらずですね、マジマさん。ん？若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用がある。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと。それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。Yeah, can't really say no to that one, huh?And who knows, might be a chance to get out, to get back at Sagawa. Oh boy. Yeah. なんも怖がることないで。お前にええ話が。だな兄弟。佐賀は。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。ふん、fair enough。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。That's worrying. で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。たく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。
牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。おお、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい、全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそれ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前ちゅう男をよう知っとるんや。さあさあ、どれ。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は、女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一つは見たか。あ、殻の一つは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東条会の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし堂島総兵がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東条会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら登場会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが、堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが登場会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。いや、風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから橘不動産中兵隊をつこてるっちゅうこっちゃ。はっ、それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しは堂島組の系列。堂島総兵ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼よな。なるほど、愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために。東条会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東条会は取れん。ふっ、女が消えたら案の定動き出した東条会の人間がおった。それが日教連の世良や。
あのセラを動かしたんはお前の手柄やで、マジマ。風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日、カムロ町でセラを見たもの。いや、シュリリ？あ？え、なんだと？それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。マジマ、お前、もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わり、あのお嬢ちゃん、立花不動産から取り戻して、わしんとこにお連れせ。大事な客人としてや、わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったら、お前、東条会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。登場会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから、ええ話がある言うたやろ、マジマ。So many sides playing at this. I don't even know how to properly end this. なんかこいつやばくね。バカやべって。Yima everywhere. Oh.
け。おっと。So this way? This way.Yep, this is the place. Mm-hmm. Sure, why not?Nothing could possibly go wrong. Oi, mate! Dare da te me? Majima Yumoi. Dojima Gumi no Nishikiyama, Kitoru. Eh? Nishikiyama-san no Oshiriai desu ka? Heya, kore kara shotai ni. Ah? Tenme fuzaketen no ka?何者だこれ。錦山はおらんのか。うるせえ。おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。ほら、消えろっつんだよ。よせ。そいつはマジマだ。お前らの手に負える相手じゃねえ。マジマって、マジマ五郎ですか。Well, someone knows him. その組から消されたって話だったろうな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。Oh my. 場所を変えさせてもらうぞ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。Fight after fight after fight. I guess it's to be expected. Ah, on the roof. Interesting. What's this? I'm looking after the building. I'm using it as I like. If your body is thrown, you can close it immediately. Hmm. Are you really good alone? Now or never. You don't have to worry.手下呼んでも構へんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。おっぱじめようぜ、マジマ。I see he also loves a good fight. Like to break dance on your ass. Ooh.Hold on.
He is pretty fast, at least. Oh shit, I went by really fast. Ow. Well, that's what we have an inventory for. There we go. Yeah, I guess that would be one reason to want a scar on your face. Konai Bakemon, Kazama Gumi ni otten ke. Says the monster. Kashiwagi-san! Ee toko ni kite ya nei ka. Nishikiyama chi yatsu doko ya? さっさと答えんとこいつの左目えぐるで俺と揃いにしてやる。俺にそんな真似さすな。セレナって店だ。あー right that place。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。Let's go this way. Oh! Still business card. And while we're at it... Oh, right. It's full. Oh wait, never mind. There's this. Disruption immunity. Why haven't I grabbed this yet? I should probably see if there's any more like stat boost like that one. Maybe this one has one too. Huh. Cool. That should be good enough for now.
Yep. Yeah, it's something. And indeed, that Rocky will never get a promotion. いらっしゃいませ。良さそうな水やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか。ええ。誰だあんた。真島いうもんや。お前はあんたの探してる男だって言ったらどうする。俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠いう女や。その子は橘不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいん。真島って言ったかあんた。ああ、俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。Interesting. 登場界に復帰したってことですか、真島さん。まだ。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。錦山君。お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何が分かんだよ。今ので何も分からんようやから、お前は俺に勝てんの。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、うん、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。 Yeah, fierce. レーナ、下がってろ。やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリュウはどこや。待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ。ま、よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もうキリュウさんの元にもいない。なんやと。どういうこっちゃ。錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。
ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て。なんなんや、誠の兄貴っちゅうの。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと。二人は中国残留孤児の2世で、10年前に中国で生き別れた。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。最後に女見たのはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら、俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。Things are finally starting to connect.